殺されに来たのか。返せ。死ね。おお。行くぞ。ここじゃ。殺されに来たのか。返せ。バカが死ね。おお。くっ。くっ。ここじゃ。返せ。どうだ。どうだ。あっ。俺が受け取れる。どうだ。超敵。逃げ場はもうない。返せ。おら、残像両断。くらえ。どうだ。殺してやる。脳みそぶちまいて死にやがれ。たまにこの身が砕かれようと。あ、なんと究極奥義断固総裁権。ショーダワー。どうだ。あ、くらえ。勝負。俺の動きは人間では捉えることはできない。1800年もの間一子相伝により受け継がれてきた北斗神拳はターネルの技をはるかに凌駕していた。その時ケンシロウの身を案じたリンが現れる。そこに勝機を見出すターネル。狂気の槍がリンを襲う。リンをかばい負傷するケンシロウ。しかし飛行同盟によりすでにカーネルは光を奪われていた。今度は貴様が暗闇に怯える番。殺されに来たのか。返せ。バカが死ね。くっと。どうだ。どうだ。どうだ。くらえ。
正確な判断ができるなら俺に挑みない。開始死ぬ。おお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 なんと無音拳ゆっくり切り刻む。そこだ司令。ぶっ殺してやる。脳みそぶちまいて死にやがれ。おっと、百裂拳。わかる。勝負案。北斗神拳は無敵だ。北斗骸骨拳。貴様ほどの力があったら何でも可能。後悔せんのか。剣ごめんなさい。後悔するはずはない。クリア。伝承完了。